上、長屋駅は、神奈川県横浜市港南区丸山台一丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B、B09。港南区の中央に位置しており、駅の北側には、環状2号線が、東側には、横浜横須賀道路がある。南東側にある、横浜市営地下鉄の上、長屋車両基地につながり、乗務員交代が行われる、拠点駅である。 駅所在地の旧地名、上長屋町から取られた。島式ホーム2面4線を有する高架駅。2階に改札口とコンコース、3階にホームが作られている。なお、1号線では唯一の高架駅である。出口は、南側の2階から上、長屋歩道橋を経て、駅前広場に抜ける1番出口、北側のマンションとペデストリアンデッキで直結している2番。 出口、北側の1階に出る3番出口、南側の1階に出る4番出口の4箇所が設けられている。開業当初は、現在の3番出口と4番出口のみ設けられたが、広場の整備に伴い、1983年11月に、現在の1番出口が設置された。また2007年に、駅北側にマンションが新築され、これと、 駅に回答を結ぶペデストリアンデッキが同年3月に完成した。乗り場は北側を一番線として、下表の通りである。駅の南方に上、長屋車両基地があるため、当駅発着の列車が存在する。また、日中時間帯に運行される快速については、全列車が当駅で、踊り場発着の普通と、緩急接続を行う。また、駅南の戸塚方、高架下には、 横浜市交通局の上、長屋変電所がある。1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は37,146人で、ある。ブルーライン内で、乗り換えのない駅としては、最も多い。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。ベルセブン駅前ロータリー1990年代は、駅周辺に、 電気店が数多く存在した。2018年現在は伊東洋華道内に家電売り場がある。一般路線バスは横浜市営バスと神奈中バスにより運行されている。また、京浜急行バスは空港リムジンバスを運行している。ありがとうございます。